ゲスト。オッケーオッケー。こんばんは、こんばんは、クロウです。は、ハリーさん、はた、ありがとうございます。白飛びしちゃうな。お久しぶりです。お久しぶりです。こんばんは、こんばんは。誰かな？ですね、今日はお電話でスペシャルゲストをお呼びしたいと思います、途中で。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ヤッホー、ヤッホー。ヤッホー、こんばんは、こんばんは。こんばんは、初見です。初見じゃないです。こんばんは。あ、ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。どういうこと？どういうこと？おうおう。誰くんはそうなんですよね。めちゃくちゃ懐かしい。この人どういうこと？久々に見ました？よし。電話中継がね、途中であります。楽しみにしていてください。今日お会いです。嬉しいです。嬉しいです。こんばんは。あ、ブログ読んでくれましたか？ブログを、今日私のブログの番だったので、今日は10期生で私だけブログなので、そう。スキップの先生から、あ、そうです。スキップを教えてもらおうかなと思います。あ、嬉しい。サイドポニーテールしました。今日は黒です。質問か、嘘、あ、わかった、これでしょ、ちょっと待ちな、これでしょ、これが誰って言ったんでしょ。今日のブログ面白いって思ってもらえたら嬉しい。あ、カウントしなげ、ありがとうございます。あ、団子ありがとうございます。あ、ハートありがとうございます。ちょっと白飛びしちゃう。ハートありがとうございます。髪型なんでも似合うね。嬉しいです嬉しいです。マミ、あ、そう、今日はね、マミピが来てるので、今はちょっとお買い物に行ってるんですけど、ちょっと物音がするかもしれない。あー、ハートありがとうございます。袖まくん、ハートありがとうございます。ルリコシさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。右からの横側気になる。どういうこと？え、どういうこと？こんばんは、ありがとう。ありがとう。今日も壁が綺麗です。あ、そうなんですね。毎朝磨いております、こちらの壁は。よし、モバメの画像の、そう、モバメでね、何をしただろう。幼少期の写真。え、なんか変わんなくないですか、あんまり。あ、鈴木さん、ハートありがとうございます。あ、星投げありがとうございます。星ハートありがとうございます。前髪も安定でしょう。どうなんでしょう。ラブシチュエーション、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 ラブシチュの依頼、あと、え？は？は？スクショタイムしとこう、この辺で。スクショタイムしとこう。これ、いらんな。スクショタイムしとこうかな。はい。どうですか、バイト休憩中にこすりで頑張って。そのまま帰っちゃいな。嘘、ごめんなさい。ゲスト気になる。ちょっと待ってくださいよ。ちょっともうちょっとしたらゲスト来ますんで。音だけだけど。初見さん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いただきました。スクショタイム、ほうが笑いました。どうですか、3日連続で来ました。はい、ラブシチュエーション半年ぶりくらいに見ました。可愛いです。あ、お久しぶりです。受かりました。どうも、受かりました。 SK に受かりました。おめでとうって思った人はフォローしてください。ゲストはオリイカさんですか。いや、どうでしょうね、どうでしょうね。ペントロスクショ、オッケーオッケー。
ゲストはママですか？あ、ママかもしれない。めちゃくちゃ可愛い好きです。アイスキピ星投げ50カードありがとうございます。ありがとうございます。あ、メール撮ってますか？ちょっと今日ね、グロい画像を送ってしまったので、もう一生送らないって誓ったので、もう一生グロい画像は送りません。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ママ若そう、ママ若そうだって。ママ、ママちょっと今いないんですけど。あ、ゲストありがとうございます。ラブラブ、おめでとうと思ってハートしたら灰色になって、もう一回してください。夢に出てくる、本当にごめんなさい。え、違う、あれは友達が学校に持ってきてくれたお弁当で、私も不愉快な気持ちになったけど、すごいリアルだから送りたいなと思って送っちゃった。喋ってよりかべ、初めて言うと面白い。初めてじゃないでしょ、初見になってないじゃん。見たことあるし。ラブシチュー、ママと眉毛、そう、ママになんか眉毛と目が近いからなんか変だよって言われるんですけど、なんか上に話そうって思って話そうとしてる。今花粉症なの。花粉症。そう、中指と何指か分からんけどのやつ。なんか落ち着いてるか、落ち着いてる。ちょっと大人になっちゃったかもしれん。大人になっちゃったかもしれん。え、なんか白飛びしてない、白飛びしてない。ちょっと上に上げよう。よいしょ。ビッグラブ、3日連続で初見です。初見って言わんす。あ、今日も来てくれてありがとうございます。今日も来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。初見詐欺に厳しい、見えちゃうからね。こんばんは、こんばんは。あ、タコありがとうございます。ハートありがとうございます。落ち着き、いや、まあ、まあどちらかというと、まあ、大人っぽい感じなんで、ちょっとあんまり。そう、初見です。もまめ撮って、おーい、多分先進くださいぜ皆さん。もまめ見てくださってる方、リアル初見です。あ、初見じゃないです。サイドポニーも可愛い、嬉しい嬉しい。モアメで心がけてることある、なんだろう。モアメ始まってからなんか朝早く起きようと思ってて、私毎朝天気予報送ってるんで、まあ、昼になっちゃってる時もあるんですけど、早起きしようって思ってる。そう、今日は黒です。今日は黒。おばめ隠す、あ、おばめ、今日ごめんなさい、本当に。もう、グロい画像を送るのはもうやめる。コーラにはメントス入れるんです。入れます、もちろん。スキップ早く生で見たい、生でやりたい。スペシャルゲストはママピピ、ママピだと思うじゃん？期待しててください。あ、ハートありがとうございます。ありがとうございます。おばめって、どこ、え、どういうこと、どういうこと。あ、1日にどれぐらいってこと。幅広いです。でも多く送ってるつもり。私はもう送ることばっか、送り、もめのことばっか考えてる。あ、手箱ありがとうございます。こんばんは、初見です。初見じゃないです。同じく目とお眉、あ、そう、ここね、サングラスかけたらかぶれますよね。でもそれをね、やめたいなと思って。あ、お花ありがとうございます。あ、ハートありがとうございます。イエーイ。リカピッピ、リカピッピはもう分かりづらいわ、ちょっと奥送って、あ、まあ4億通ぐらいは送ってるかもしれない。1日5億6億7億いいじゃんね、いいじゃんね。別にサングラスかけないけど、かけたら隠れるかなって思ったから言いました、ごめんなさい。リカピア、リカピで終わろう、リカピで終わろう。リカピ、こんばんは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 。なんかね、ブログがある人がはあんまり送れないけど、結構送ってます。結構リカピピピ
こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。ブログのカラスがいたら家を出ない。あ、そう、私、カラスに襲われるんです。その理由もちゃんとあって、なんか高校生の時に、なんかアイスをコンビニで買って食べながら帰ってたら、そっからカラスに襲われるようになって、アイスを飛ばして逃げちゃうから、アイスくれる人と思われて、めっちゃカラスに追われてて、家の前にもなんか結構カラスがいる時期があって、あの、名古屋に引っ越してきてからは大丈夫なんですけど、ずっとカラスに襲われてたから、めっちゃ怖いんですよ。だからそっからあれになった、カラスを家出る前に確認してる。あ、クマありがとうございます。柳屋さん、クマありがとうございます。あ、マンマとコラボ配信しないから、ママビとね、マミビとね。そう、目疲れて、そう、めっちゃカラスにもうストーカーされてて、ずっと追われる生活をしてたんですよ、高校生の時。週3で襲われたこともありますよ。もう地獄。昼は何度パスタ食べた？ナポリタン。そう、毎回同じカラスなんですよ。びっくりする、本当に。もうやだ。なんかカラスと喧嘩して、いや、しかも一生懸命、今日カラスの話するために黒い服着たんじゃないですよ、やめてください。こんばんみ、こんばんに。君のハートにーラブシチュエーション。はい、カラスと仲良くなってね。カラスと仲良くなれないんです。だってあっちが嫌われだもん。意識と会話、やだ、痛い。ナポリタン作った、捕まえてくれるの待ってた。違う、アイス奪いに来てたんですよ、私から。カツアゲカラス配信じゃない、ドラムシチュエーション。カラスのモノマネしてたよ、さっき。聞いてなかったの。わー、くわー、はい、キャラほんま最高ね。あ、嬉しい、嬉しい。カラスは人でらしいですね。私だからカラス対策で、なんか日傘をさしたらカラスに追われないっていうのを聞いて、日傘さして通ってたけど意味なかったし、マスクしたらいいよって言われたけど、マスクしても意味なかったし、全然意味ないよ、あんな。カラスには左足。こんばんは、リカピの腹って色白、あ、黒くはないと思う。でもそんなに気を使ってないから、石塚みずきちゃんとかめちゃくちゃ白いんですよ。だからそんな白ではないけど、まあ、白い方かなみたいな。あ、メンチ切りますな。やんのか、やんのか。でカラスをファンにして、違う、カラス、思いがね、喋れたらよかったのに、喋れないかな、襲われちゃうんです。やだやだ。晩ご飯食べた、食べました、食べた。こんばんは、こんばんは。カラスの、そのカラスなぜ鳴くのの歌が、なんかいろんなパターンあるじゃないですか。何派ですか？初見です、いらっしゃいませ。自己紹介します、自己紹介します。大阪出身の18歳の木内里香子です。ニックネームはリカピです。なんだろう、今日はスペシャルゲストが来るので、よかったらフォローしてください。50カウント完了。カウントありがとうございます、カウントありがとうございます。やんのか、やんのか。突然だけど、え、わからん、わからん、わからん。無知ですみません、勉強します。リカピは泣いてない。名前かわいいですね。あ、ちょっと今更感はね、ありますが、ありがとうございます、ありがとうございます。エコパで気になってきました。あ、嬉しい。もしかして昼公演の方ですか、夜公演の方ですか。昼公演の方でしたら、私スキップをした子ですよ。ピエン、リカピエン、リカピスキピピ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 、え、はい、オッケー。やんのか、やんのか。ラブシチュエーション、どっちもです。あ、どっちもですね。じゃあスキップもダンスも見ていただいたということで、もうそれはもう好きになるしかないですね。あ、カウントありがとうございます、カウントありがとうございます、ありがとうございます。やばい、スキップやばくないよ。その写真なんですか。あ、これはね、空をね、飛んだ時の高校2年生ですね。当時高校2年生です。空を飛びまして、私は北海道で、これは北海道に初めて行って、北海道で空を飛んだ時のお写真でございます。
こんばんは、ふるやんの、ごめん、飽きた、飽きてきた、下り多すぎて飽きてきた、飽きてきました。ギャップも半端ない。何のギャップ？ギャップないですよ、私。見た目通り勉強もできて、できないできないって、あ、ごめんなさいごめんなさい。マークポーさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。スキピお疲れさん、ハートありがとうございます。スキピエコパー行ってないので知らんけどね、上がってますよ動画、上げてくださってます。公式さんが上げてくださって、飛んでる写真 OK、 このモバメでじゃあ送ります。鈴木さん、団子ありがとうございます。空を飛んだ感想はですね、まあこれは下を向いているので空は見えないんですけど、まあ、地面を見ながら飛んだので、まあ、上、しかもね、雨だったし、私靴が脱げて裸足なんですね。あ、このあと泥に足でついてしまうのか、どうしようどうしようどうしようというか気持ちでした。はい、飛んでるより手ぼ違う、こう来てんの、こうシュッ、後ろからですね、こう来てんの。まだですか、スペシャルゲスト、あ、ちょっと待ってくださいね。その写真が大きいですか、お母さん、どっちだと思います、どっちだと思いますか。と衝撃のスキップでしたね。そんなことないです。いや、だから誰がよかが橋本環奈さんやって、似てないから、マジで似てないから、やめてくださいね。アパのブーさん、ハートありがとうございます。スキピ、大文字、あー、大の字駅か、嬉しい。ちょっと離脱、あ、帰ってきてくださいね、すぐ。ハートありがとうございます。スキピブーさん、ありがとうございます。ハートやこ、ありがとうございます。面白スキップ選手権出ません。いや、面白いと思ってやってないんですよ、私は真剣にやってるから。あと10分たち、10分でスペシャルゲストが来ます。ふだるさん、ハートありがとうございます。スキピピ、リカさんには、そう、青木リカちゃんがずっとなんか誰がよくご橋本環奈やとか、三年木環奈さんやとかやってるんですけど、私、青木リカちゃんがどちらかというと新垣結衣さんに似てる。髪に目、いや、これ竹串な、これ竹串な。あ、鳥取太郎さん、ありがとうございます。タコ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。かわいいスキップ選手権でも、やった。愛知県のゆうぶさん、ハートありがとうございます。ゲストが来る前にとりあえず泣いとこ、泣かせないでください。私泣かないんで、泣き虫じゃないんで、ごめんな。ハクさん、ハートありがとうございます。人の真剣、そう、人の真剣にやってるスキップの姿を笑っちゃいけないんですよ。習わなかったんですか、心のノート持つなかったんですか。たこ焼きのつまみって、違う、これたこ焼きの竹串、しっかりして、しっかりして。リカピって阪神ファンですか。そう、野球は阪神ですね。スペシャルゲスト当時は、そうなんですよね、スペシャルゲストがね、来るんですよ。電話だけど、電話で来る。今日も泣く感じです。今日は泣きませんよ、もう泣いたことないのに。そう、雨が降ったんだよね。今日の目の調子良き、いつも通り、良くも悪くもって感じ。足つりそう、昨日配信で足つっちゃったんです。私もう絶対足につらない、釣り配信しない。サッカーは好きですか。運動できないよ、私運動できないんです、本当にごめんなさいね。本当、キノコとタケノコどっちですか。私チョコのお菓子があまり好きではありません。あ、会えてないです。橋本環奈に似てるねって言ってくれた子には会ってないです。10期で一番最初に覚えました、あー、ラブシチュエーション、そのまま好きになっちゃってください。スキピサイドポーニー、ありがとうございます。目は昔から大きいの、そうです、ブログ見てください。ずっとね、もう同じ顔、もう下2枚の写真とかもう同じ顔なんで、見てください。その写真は何だい。これはね、空を飛んだんです、北海道で。なんのこっちゃさん、バラありがとうございます。そう、全国1位なんです、生物基礎の全国模試で。ボール蹴って、いや、もうね、もう球技はできん、もう球技はできん、球技はできん、てか陸上が無理です。陸上で、てか陸上って、球技とかそういうの含めたね、なんかもう地上で競技するやつが無理です。
別に水泳も別に得意じゃないけど、あの陸上よりは得意です。だから雪の上とかならいける。髪の毛巻くの好きな、なんか巻いた方がなんか時間あるから巻こうかなと思って。巻かない方がいいですか？足の指、いやマジで足に力入れたら足つっちゃうんだよ。本当に汚いやり方だ。日本人離れしてるって言われない、なんか前言われないですよ。日本人っぽくないですか？香川と大阪のハーフなんですけど。ボールみたいな丸でしょ。言うやん言うやん。球技、いやボールみたいな顔でも球技だから、顔にボール球技を取られたから。は初見です、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ボブ姿みたい。そう髪の毛ね、切りたいなと思った時期もある。今日も下地、今日はジャージ着てないんですよ。ちゃんと足、ちゃんと足。丸顔かわいいやん、嬉しい。じゃあもういいや、じゃあもういいや。小平さんハートありがとうございます。ピピ、うどん作ってください。いやあのね、行った記憶はない、香川に行った記憶はない。ハートありがとうございます。ピ、あ自己紹介します。初見の方ありがとうございます。自己紹介します。大阪出身の18歳の木内理香子です。ニックネームはリカピです。少しでも気になったな、少しでも気になったなと思ったらフォローしてください。また見に来てください。フォローしてお願いします。あ星ありがとうございます。あハートありがとうございます。スキピスキピ。泳げるのって、泳げへん。あそこいやんの飼ってました。スーパームーンみたいな綺麗な丸顔、あ嬉しい。満月嬉しい。怒った怒った。香川の場所分かってますよ。分かってますよ。関西弁喋ってるやん、ずっとずっと関西弁喋ってるやん。何言ってんねんほんま。いつじゃんの、あこれ言っていいんかな、あかんかもしれない。いつじゃんの、こういう読んでた。あリコさん、ハートたくさんありがとうございます。スキピピ。たこ焼きとどっちが無理ですか？え、たこ焼き買ってるから、ここでこれたこ焼き買ってるから。エセ出た、エセじゃないよ、エセじゃないよ。ゲストに小学生はあかんぞ。いや、それなんとも言えん、なんとも言えん。怪しい表情だから表情もじゃないですよ。スキップできない、スキップできない枠、あそんな枠があるんですか。初コメです。名前の漢字がかっこよくて来てみました、ありがとうございます。これね、もみじって、もみじって書いたら変換できるんで、ぜひ変換して私の名前を使ってください。どこかで、どこかで。鈴木さんありがとうございます。3時のヒロインですよ、何や分からん。お笑い芸人ですよね。 どの流れ。鈴木さん大丈夫、初見じゃないです、初見じゃないです、初見詐欺やめてください。鈴木さんハートたくさんありがとうございます。ピ、面白い大阪人ですよね。面白いですよ、だってね、面白いじゃんね。そう、かしこもみじこで変換できます。これリレもできるんですけどね、かしこもみじこさんです。それではだって言うとき、エコッパで好き、エコッパで好き。これもうね、やると思ってなかったんですよ。だって事前に言ってくれてなかったから、それだったら練習したのに、4年もでも毎日練習してる、してたけど。こんばんは、こんばんは、こんばんは。 M1 出ます。あ、そうそうです、そうです。ラブシチュエーションしましょう、ラブシチュエーションしましょう。フォローしました、アイスキピスキピ。これぐらいの明るさがいいんですよ。でも黒い服だから光飛びしちゃう。あーハートありがとうございます、やっぱり。星もありがとうございます。スキピ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 リカピスキ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 ップ。はい、さすがにもうスキップできるようになりましたね。え、言いたい、私は聞いてほしい。あの思うんですよ、18年間生きてきてスキップができないのに、なんでその1ヶ月間とか2ヶ月間でスキップができるようになるんですか。はい、まだフォローしてません。いや、してください、してください。リアルなラブシチュエーションしたことある？え、そら10期のみんなとラブシチュエーションしてますよ、いつも。こんばんは、こんばんは、こんばんは。役名は見ました。あ、アニメ見てください、もっと。
感想ください、感想。あ、ちょっと待って、今何分？あ、あと4分で、あと4分でゲストが来ます、ゲストが。よし。え、これってスピーカーにしてもいけるんですかね？質問です。そこ、あ、みやさんラブシチュエーションしてるじゃないですか、毎日。よし、取り返した。巻き戻せ、時を戻れ。あ、時を戻そう。誰？秘密です。そう、あの可愛い子が来るんですよ。いける？ OK 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 OK。 ゆきりかさんコメントしようとしてくれたんですか？ STU の方、私コメントしましたよ。スキップはできないけど爆打はできません。あ、まあ余裕で、まあ、余裕で余裕で。え、全然誰一人当ててくれてないで、見てるかな、見てるかな。アオリイカ7時だから、マオキリカちゃん LINE 返してくれないし、本当にもう信じられん、マジで信じられん。私は言ってく、怒ってください、マジ。皆さん、アオキリカちゃんが配信してたり、配信してたらなんか返信遅いし、もうありえんって言って怒っててください。こんばんは、初見に近いです。近いとかあるんですか。あ、そう、さっきね、ミレイちゃんの配信見に行ったんですよ。そしたら、なんか昨日の配信天使だったって言われて、もうなんか好きってなった。え、未読スルーするんですよ。そう、もう信じない、未読スルーって分かってんの。ショールーム始まるんです、まあ、ずっと返信してこないのに、びっくり。あ、セリさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。可愛い、こうやって、可愛い、こうやって、可愛い、ぜっと、ありがとうございます、本当に。あ、いそちさん、誰もありがとうございます。ありがとうございます。あ、ハートありがとうございます。そう。美味しい水道水以外に何か飲みます？え、お水がいいよ、やっぱり。よし、お呼びしようか。あ、ハートありがとうございます。リコさん、ハートありがとうございます。それではね、お呼びいたしましょう。ゲストを。あ、まだあと1分ありました。じゃか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 ん。これどうしたらいいんだろう。これどうしたらいいんだろう。ないかな。じゃか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 じゃん。つながるかな。あ、いけそうです、いけそうです。よし。そんな先輩に話しかけられないんで、そんな無理です。コメントしないでください、そんなコメント。もうよいしょ。あ、スピーカーいいって聞こう。スピーカーいい、オッケー。だからもう声かけられないんですよ、チキンだから。話しかけられないの、無理。あー、うん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 。あ、正座しました、正座させていただきました。座り直そう。だから先輩に話しかけられないって言ってるでしょ。よし、チキンには見えないですか。よし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 、いきます。はい、聞こえるかな。もしもし。はい。あ、誰だと思います、皆さん。お名前をお願いします。あ、見ちゃった、画面見えちゃった、画面見えちゃった。怖い怖い。あれ言った名前。え、名前言ってない。え、誰も気づいてないで、大丈夫？大丈夫？橋本環奈さんやって。橋本環奈。あ、お名前どうぞ。小学6年生の石井美穂です。あ、小学6年生のね、SKE48 10期生の小学6年生の西美穂ちゃんです。はい。小6になりました。あ、小6になったそうですね。おめでとうございます。はい。はい、お披露目の時もね、間違えられてました。そうですね。そうなんです。すぐボケるよね、すぐボケるよね。言われてる、へーとか言われてる、へーとか言われてしけてる。スキップしてください。あ、スキップですか。あ、じゃあ一緒に、一緒にスキップしましょう。はい、はい、
タンタタン。あ、できてます。これ下がね、実はね、スキップしてます。はい、あ、見てますか配信は。見てるけど、音つけてない、ずれてる。ああ、そっかそっか、賢い。小6なのに賢いな。まあ、英検2級なんで。あ、そっか、すごいすごいすごい。英検2級、保持者は違うわ。まあね、格が違うから。あ、西井さんはスキップできるのって言われます。あ、余裕でできません。あ、できないんですって。できないんですって。生まれた時からできないんですって。私と同じ同じ。あ、ハートありがとうございます。R の、あ、私 iPhone XR の発音がいいので、ちょっと英検2級の方にちょっと判定していただきたいと思います。 iPhone XR。 外国では伝わらないかなと。あー、そうですか。じゃあお手本を、お手本お願いします。あ、なるほどね。はい、アフォーテアー。うざくないよ、うざくないよ。え、今大阪にいるんですか。今名古屋にいます。え、名古屋にいるんですか。はい。あ、じゃあ会いに行きましょう。そうですね、そうですね。自粛が終わりましたらラブシチュエーションしましょうね。はい、コラボ配信やりたい。あ、コラボ配信したい。え、ゆいちゃんとはやかちゃんがやっとった。え、見た。あ、見た。あ、じゃあこっちもやるしかないな。負けてらんね。やるしかない。大阪メンバーでやるしかないな。タコパしよう。タコパしよう。前も言ってたけど。おもろって言われてます。あ、料理作りましょう。やっぱ料理作ろうってことやから、たこ焼きやりましょう。ね、たこ焼きやりたい。うん、てっぺん取ってこう。アオリイカも。アオリイカちゃんっていう、何歳でしたっけ。120歳。24歳。迷子情報が。すぐふざけちゃうのがちょっとね、悪いところです。私たちの悪い。え、リアルじゃない24。あ、リアルはありそう。ちょっとえ、返信してくれないんです、あの人。どう思います、 LINE。 え、私もメッセージ返ってきて。え、やばいですよね、本当に。アオリイカちゃん、返信してください。未読無視はやめてください。ミキちゃんの速さ見習ってください。ミキちゃんは私にも返信が早いです。ミキちゃん早いよな。うん、24歳は信じそう。24歳信じそうですね。ありそうやんな、うん。え、ミオちゃんちょっとうるさくなってきた、あの後ろのバックグラウンドが。何、バリカ子の声が2回聞こえる。あ、なるほどね、配信の声が。配信の方ね。そうですね。すいませんね。すいません。あ、なるほどね。近いから。あ、そうです。あ、音がダブってるって言われてしまいました。あ、なるほど。あ、治りました。治りました。はい。はい。よし。ゆうちゃんコメントしてくれるかなと思ってたんですけど、してくれませんでした。あ、でも5分前ぐらいから見とったね。え、嬉しい。でもなんかバレるかなみたいな。あ、それはそうやな。そう。24歳違うの信じたとき。あ、24歳です。24歳。20歳やったっけ。20歳やった。え、20歳じゃなかったっけ。忘れちゃった。20か21。あ、そう、2人ともボケなんですね、こちら。ダメなやつですね。そうです。あ、ハートありがとうございます。そう、2人ともボケで、誰が。はい、リカピが24歳かな。あ、やって、それはちょっと嬉しいな、逆に。でも年相応に見える。あ、本当に。みおちゃんは小学6年生に見えます。見えません。ツッコミ役語り、間違いない。収集つかないんで。西井ちゃん小6じゃないんかって言われてるで。違います、みおちゃん。あ、ディスられてますよ。ディスられてますよ。ディスられてますよ、ほんと。来年の M1 はこの2人で出る。あ、そうです、そうです、そうです。ミオリカピです、ミオリカピ。いや、ミオリカで出るから。無理。ミオリカユイで出る。いや、それはパブられた。パブられた。え、何そう、そう、そう、してどっちが年、あ、私が年上です。いや、私です。小学校6年生で。この人、嘘ばっかりなんで。嘘ついて。
なんかさ、ブログの質問でさ、うん、西井美穂ちゃんと週2でラブシチュエーションしてますみたいな感じで大嘘大嘘です、あれすぐこういうこと言うか、初めてラブシチュエーションしたぐらいで大嘘ですね10期のツッコミ役誰やって、みくるちゃん、あーみくるちゃんやな、そうです、みくるちゃん、うん、他みんなボケですね、うん、バカビジネスラブシチュエーションでした、いやほんまにそう、ごめんごめん、ビジネスラブシチュエーションです、ごめんごめん、ミオワングランプリ、あ、優勝したんです、ミオワングランプリこの前、私がやってないですやりました、夢の中で夢の中で会いましょうバクロさんでちょ盛りまくりました、10期のオアシス、エビクルは本当にツッコミしかせん、うん、ツッコミ、あ、ミレイちゃんもツッコミや、そうや、年少組はちょっとわからん、年少組はちょっとね、あの ボケに行ってない、うん、まだそんなに勇気はない、ま、もう、かわいい、好きみたいな感じ、そう若いわ、そう、ボケの銃って、そう、え、でも、なんだろう、ミオちゃんはもう、なんかいつもなんかいつも逆立ちして歩いてるからなんかついていけないです、大嘘です、また嘘です、滑り芸とか言われて、すぐ嘘つく、小学6年生よりも下おったっけ、いや西井美穂ちゃんがと林美玲ちゃんが最年少です、そうです、んそうです、10期の中で一番元気なのはって、10期の中で一番元気なの誰やろ、みんな元気ちゃう、みんな元気、やっぱリカピかなやっぱリカピやつです、ありがとうございます、ありがとうございます、常に走り回って飛び跳ねて髪振り回して、あ、飛ばれへんからさ嘘ってバレるで、飛ばれへんからあ、そっか、うん、リカピは18歳です、ちゃんと目おっきい、あ、嬉しい、目おっきい、みよちゃん顔ちっちゃい、目大きい、顔ちっちゃいわ、みおちゃん顔ちっちゃいわ、目大きくなりたい、あ、顔ちっちゃくなりたい、イエーイ鬼ごっことかしてるんちゃうんやって、してる、してるな、してる、毎日してるな、毎日してるな、毎日、誕生日プレゼント、あ、みおちゃんから誕生日プレゼントでスタバのギフトをもらいました、はい、ラインでピューンって送っちゃいました、ラインでピューンって飛んできましたじゃあアイスのギフト券をもらいました、はい、女同士のおもんない褒め合いとか言われてる、ガチやからこれこれガチで目顔ちっちゃいです、目顔ちっちゃい、目でかくない、目でかくない、私目でかくないけど、みおちゃんはめっちゃ顔ちっちゃいし、いや、ガチやから、かわいいってなるからみんな、あ、ありがとうございます、西井さんのランドセル何色？何色？みおちゃん、みおちゃんランドセル何使ってる？ローズ色です。ローズ色、ローズ色だそうです。は？は？もんな。怖い。もんな。リカピ怖い。もんな。遅れた、今来た、こんばんは。こんばんは。西井みおちゃんがゲストで来ていてくれてます。はい。あ、お互いの第一印象はやって。ね。うん。うん、さっきどうぞ、あ、みおちゃんの第一印象は、はい、かわいくて、ええ、あ、でも初日終わった後の印象はちょっと絡みづらいなっていう印象でしたそれはまあ目が出たいですし、バス寝たいタイプやから仕方ないし、え、石井みおちゃんのモノマネします、バスに乗りました、あ、じゃあ乗った瞬間、バス乗った瞬間もってな、ちゃうね、なに、なに、なに、疲れてた、やっぱ初めて乗れすぎてそうやな、そう、だから別に喋りたくないとかじゃなくて寝ようっていう、あー、オッケーオッケー、そう、それ仕方ない、オッケーオッケー、でも息はなんか、え、一緒に行きませんかみたいな言われた、そう、みおちゃんに後ろから一緒に行きませんかって言って、一緒に行きませんかって言われて、
バカにする？え、喧嘩する？しないしない。びっくりしたびっくりした。一緒に行きませんか？って言われてる。あ、おい JC って言われてるで。え、それで名古屋駅を無言で歩いて。そう、二人で初めて喋ることなさすぎて無言で歩いて、あ、仲良くなれないわと思って。うん。あ、すごい静かだねみたいな感じだった。やんのか。やんのか。殴ってくるんですよ、ケイチリカさん。ミオちゃんにこれガチで、これガチの話なんですけど、これガチの話なんですけど、西ミオちゃん急に喋ったら私のほっぺをポンって、ポンって。マジで。青リカちゃんとかにも聞いてください。いやいや。どっちが勉強できます？やって、あ、私です。いや、私です。実はです、これ。英語はミオちゃん。イエーイ。英語ってちょっと離れたらもうすぐ忘れるけど。ああ、そっか。私が先に話しかけましたのに、なんか塩対応されて、なんかだって多分ミオやったら無視するもん。だってミオが気づいとったら、気づいたから声かけたのに。でも人見知りやからさ。ハートありがとうございます。うん、ハートありがとうさん。人見知りやからさ、ミオやったら無視してた。ああ、そっか。それやめた方がいいで。なんで？小6 vs 18歳の学力比べ。あ、そう。教えてあげるね。19歳です。ね、だからダンス教えてね。ね、はーい。あ、ハートありがとうございます。じゃあ、リカ子の好きなところを10個お願いします。まず目がでかいところ。はい。横顔が橋本環奈。あ、違います。あとは、はい、リカ子っていう感じがなくなってきてるね、ネタがね。ネタがなくなってきてるね。あとは絶妙なダンス。絶妙なダンス。あ、ディスが入りました。もう4個目にしてディスが入りました。で、5つ目は、はい、やっぱツインテールが似合いますね。あ、ありがとうございます。でも今日はね、うん、ツインテールじゃなくてね、サイドポニーテールなんです。ちょっとね、出直してください。出直してください。で、まあ、もっといっぱいあるんですけどね。エコパの移動の時に泣いちゃったり。あー、ちょっと電波が聞こえて聞こえませんでした。はい、続いて、あ、十息っていうポーズをしてしまったり。あー、聞こえません。はい。え、あとは、あと2つでいいです。やっぱね。はい、ないですね。はい、なんと言っても、あー、おなんと言っても、おがないところあるんです今。外しました。2択を外しました。あ、間違えました。ちょっとね、顔が太ってきて、あの、口に肉が押し寄せてきて噛んじゃうっていう。あ、この前私も噛みましたね、口の元。顔ちっちゃいですもんね。そりゃそうですよね、うん、え、どっちなんですか。ん、顔にお肉あっても噛んじゃうやろ。そうそうそう。でもみおちゃんの場合は顔がちっちゃすぎて、もうな、口がもう収まりきらずに噛んじゃう。よくわかんないですね。はい。でも顔ちっちゃいランキングだと多分ゆいちゃんが一番ちっちゃい気がする。いや、そんなことない。みれいちゃん、みれいちゃんやばい。みおちゃん、ゆいちゃんはもう同率1。いやいや、あなちゃんもちっちゃい。みんなちっちゃい。でも言ったらみんなちっちゃい。もうびっくりした。りかこちゃんちっちゃ。喧嘩するもん、まあ、ほんま。もうマジでディスるわ、ディスってくるわ。違います。え、あ、そう、みおちゃんとプリクラを撮ったんですけど、なんか私はどちらかというと目が大きい派で顔がもう大きいんですけど、みおちゃんはもう顔がちっちゃいんで、もう遠近法で写真撮ったらなんか事故りました。あれはせこい。もうめっちゃ後ろに。え、どこみたいなレベル。あ、
そうです、これがみおちゃんの顔だとするじゃないですか。こんなこんな顔のサイズの比率が、あ、今日のが遅れてて見えないけどね。あらみおちゃんがスマホだとしたらこれぐらいの顔のサイズ差です。でも目大きいのほんまに羨ましい。あ、でもなんか花粉症やから辛いで、うん、あ、目大きい分花粉が、そうそうそう、大きくないけどな、めっちゃ大きい。なんか何したんっていう前世で、あ、そうそうそう、前世でずっともう目をこうやってことをこうセロハンテープで貼り付けてて、そうかそうかそうか見えないんやった関係ないやろ、ごめんごめんなさい。じゃあ、うん、昨日のショールームで、うん、あの順位読みます、忘れたから読みます。はい、お願いします。みなみちゃんありがとうございます。はい、はい、12位はイタルキさん、ありがとうございます。え、それミオちゃんの順位を読んでるんですか？あ、はい、昨日読み終わって、 いらないです、そんな、あの人のルームで自分のやつ言うやめてください、ほんと。あ、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった、もしてくださってるかな、ありがとうございます。10位コムケンさん、いや、いいです、いいです、いいです、やめてください、人のルームで読むのやめてください、人のルームで読むのやめてください、やめてください、やめてください、やめてください。あ、7位、あ、うるさいな、全然うるさいな、ちょっと1位まで言うな。あ、おしなちゃんさん、ありがとうございます。トロリーちゃん、トロさんも意識してるんかな。やばい、リーチさん、ありがとうございます。やばくないですか、この人、え、人のゆうさん、ありがとうございます。2位、なりゆきさん、ありがとうございます。1位はちょっと読めないですけど、あ、1位良かった、読めなかったです。もうみおちゃんのことはやめて、こちらにね、行きましょう。昨日ちょっと言い忘れちゃったので、え、読み忘れたんですか、はい、意識が低いですね、意識が低い、すいません、小学生だからしょうがないか、うっせもう女子小学生なんでね、ちょっと皆さん、あ、優しく優しくしてあげてください。 JS です、私は JD です。リカコちゃんと同い年です。いや、やめてください、もうやめてください、もう年おめされてるんですか。ラブシチュエーションです。はい、ラブシチュエーション、ありがとうございます。ラブシチュエーションいただきました。ところでお相手なんだ、あ、これは10期生の小学生の西井美穂ちゃんです。大学生です。違います違います、お支援します、しないでください、しないでください、スキピ、スキピ、ラブシチュエーション、いやー、そう、10期生で2番目に年上なのに最年少と間違われるっていう、すごい子でもみんな年おかしい、10期、あ、それはそう、あ、みんな見えへん、うん、あ、私は年相応やろ、まあまだこの中ではな、うん、トロシチュエーションやって、あかんわ、それはあかんわ、めっちゃよくない、やろっかな、キャッチフレーズ、うん、もう10期泥棒ばっかり、スキピはミオピー、あなたのスキピはリカピー、トロシチュエーションしません、ラブシチュエーション安売りされがちリュウクさん JD です、ラブシチュエーションめっちゃ安売りされるみんなめっちゃ使ってリアルで何歳なのか分かんない、リアルはリアルは、あ、え、何歳？ 19、 あ、19歳、1個上です、私の、はい、敬語使うんだな、やっぱ厳しいからな、先輩後輩関係、ああはーい、はーい、はーい、ラブシチュエーションがよくわかりません、西美穂ちゃんもよくわかり、あ、美穂ちゃんよくわからないって言われてます、ラブシチュー、ラブシチュエーション、ラブシチュエーションは安売り、いや、ラブシチュエーションは安売りしてしまうと価値が下がってしまうので下がりかけてるって、え、みおちゃんキャッチフレーズ何なん、何がいいと思う、迷ってる、いや、だから決めてあげるって、決めてよ、顔の大きさは小さめ、これコールな、小さめ変なの
ドロサーモンよりミオどう？今までいっぱい案もらったけど一番下かな。候補的には。皆さんどう思います？小さめ、ほらみんな小さめ。おかしいめっちゃおもろい。めっちゃおもろい。微妙。2点とか言われた。やばすぎやろ。いいや、めっちゃよくない？いや、西美ちゃんのコールは顔の大きさは小さめ、歯はかけても夢はかけない。知られてる。え、美ちゃん歯かけてるイメージないねんけど。え、変ちゃん笑った時とか。分からん、分からん、嘘やん。顔の小ささに気を取られて気づかんかった。嘘、めっちゃ気になんねんな。あ、今リカちゃんがショールームやってるらしい。ん？リカちゃんがショールームやってるらしい。ちょっとだけ見とった。あ、見とったやん。そんなんいらん。お昼。そんなん。夕方、夕方。変身せえへんのなんて信じられへんで。リアン、アン、アン。リアン、アン、アン、リアン、アン。大阪出身。いいや、何があかんのかが分からへん。リアン、アン、アン、リアン、アン。今度、西井美桜さんがリカピを落とし穴に落としましょう、やって。任せてください。落としたもんな、4回目は。骨折る勢いでいくわ。私、骨折れるから、すぐマジで。あ、そうなの、うん、バスケ部、バスケ部で普通にパスしてたら折れた。なるほど。あ、しげさん、こんばんは。じゃ自己紹介するわ、みおちゃん。だから、先やるから、後でやってな。はい、大阪出身の18歳の木内りかこです。ニックネームはりかぴです。よろしくお願いします。はい、みおちゃん。はい。19歳の、あ、大阪出身19歳の西井みおです。夢は、間違えた。歯はかけても、夢はつけない。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。はい。はい、お疲れ様です。良きですかね。カルシウム取ってます。その写真なんなん？あ、この写真空飛んでんねん、北海道で。何の、え？みおちゃんが空飛ぶ前にさっき飛んでしまった。マジ？うん、バンジージャンプ？うん、うん、チャン、うん、バンジージャンプみたいな、エアトリップってやつ。エアトリップってなんか紐に吊るされてこうフィューって、こうバンジージャンプはそれ？違うね、紐は動かんねん、長さは。ずっと前に進むね、シューって木の間を駆け抜けていくの。なるほどね。あの猿みたいなやつね。12歳じゃないのやって。12歳で今じゃ。あ、12歳でした。今日から12歳でいい。そうやで。あ、変身した？リカちゃん、あ、変身してくれてたんか。変身返ったかも。いや、ミオのとこには来てない。あ、ミオちゃんのとこに来てないらしいです。あ、リカピレベルになると飛べるんだよって。ミオピも頑張れ。ミオピも頑張れ。頑張ります。うん、読もう。怒らんとって、あ、怒らんとってやって、怒らんとってやって。あ、怒っちゃった、怒っちゃった、怒っちゃった。みおちゃん星投げて、ちゃんとちゃんと星投げて。星さ、うん、今日さ、うん、かのちゃんに全部投げて。違う、歌めっちゃ上手くてさ。それは投げちゃうな。99を5個あるやん、うん、無料のやつ、うん、それ全部投げてさ。あ、それはしたらなんか8位ぐらいにおった。それは投げちゃうわ。そう、めっちゃ歌うまくて。じゃあ投げる投げは50個しかないけど。うん、投げちゃう。じゃあ渚のイメージ歌う？あ、歌って。じゃあ、え、自分のパートは自分で歌うんやで。あ、なるほど。ちょっとあんま歌ったことないね、ショールームで。リカも歌ったことない、一回も。リアル一回もない。一緒一緒一緒な、うん、ほんまはなんか歌ったりしたら楽しいやろなと思うけど、うん、でも歌うな、自信がない。だってトークがな、鳥大阪人やから。え？いいんかな、それで。おさる電波が、電波が悪かっただけかな。そう、じゃあみおがりかこちゃんのパート歌うわ。あ、有料投げてもいいんやで、やって、みおちゃんに。わからないからやめて。
もろいほんま。みおちゃん歌わないよ全然。あ、言われてます。うん、まあ、マジで歌ったことない、ちょっともない。歌えって言われてる。聞いてくれてますか、なぎさのイメージ。いい歌よ、いい歌、マジでいい歌、びっくりする。とにかくもうセンターの子が超美人で、あっていう嘘で、え、うん、うん、うん、タワー煽られてる場合どうしたらいい。やった、誕生日プレゼントや、みおさんからの。どうしよう、私もう本当になんで選ばれたんかが分からなかった。もう本当に歌でって言ったけど、もう聞こえん聞こえん、こんな声。でもいい声やん、2人とも。ね、嬉しい。みおちゃんもいい声やん。嘘つけ。みおちゃんはダンスメンバーやもんな。プロダンサー、プロダンサーやもんな。泣きそうなるもん。一緒一緒。名前から一緒一緒。なんかもうボイトレの時ほんまに立ち戻る。みおちゃんとりおさん二人でなんかな、二人で歌えって言われてさ、大体もなんか声震えてるみたいな。無理やねんけど、でもな、前よりはマシかな。マジでそう。最初とかは全然上手くなりました。上手くなりました。ボイトレの力やわ。めっちゃ煽られてるけど。あ、なんで夏の曲やったんですかね。わからない。でもなんか研究生っぽくない？あ、そう、夏の方がいい。意外にマンゴーを好きやし。よいよい。うん、よかった。ミオちゃんめっちゃ煽られてるんやけど。やめてください。訴えれるわこれ。訴えれる訴えれる。訴えれる。もうこれから出てくれへんくなっちゃう。誰も。お金ないんです。誰も出てくれへんくなっちゃう。リカピーとこ行ったら煽られるとか言って。今日で最後や。あ、最悪最悪。そんなもう煽れへんくなっちゃうやん、自粛してるのに、うん、ノーラブシチュエーション。ノーラブシチュエーション。そうは、え。急な幅やめて。あ、ハートありがとうございます。星集めて今回やって。ミオちゃん嫌われてる、大丈夫？やばいって、心配になっちゃう。もう全部投げちゃった、50個しかない星。50個あったん、嬉しい。50が5個あってんやん、星見てて。嬉しい、嬉しいわ。感謝して、返しに行くわ。お返しに歌歌って。わかったわかった。あなたの代わりにメロディーを。わかったわかった。あ、え、何って さっきやめたよ。気をつけてほんま。え、これさ、なぎさのイメージやったらさ、歌ってもいい、口ずさんでいい。いい、あ、いいんだ。AKB とかはいい。あ、そうなんや。ニコラブとか。え、許可いらんの、許可いらんの。え、いらんいらんいらん。あ、いらんの。そうなんや。じゃあ、どうぞ。じゃあ、イントロだけ歌います。タンタンタランタンタランタ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 ランタンタランタ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 ランタンタランタ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 ン。はい、歌いました。やめてやめて、ほんバカにしてる、バカにしてる、ひどい。あ、めっちゃ可愛い、もらった、可愛い、これで可愛い。うるさい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 、今めっちゃ可愛い飛んできてから、ちょっと静かにして。かわいい超えて、かわ F 超えて、かわ Z。 なんなんそれ。え、バックランドってな、超おもろい、笑い止まらん。誰の真似ですか。え、私の真似してくるんです、みおちゃん。めっちゃいい声だと思いません？ほんまにやば、やば、かわいいやって。似てるやって。似てる、マジ、うまいとか言われてんで。持ちネタちゃうし。渋滞してる。こんばんは、こんばんは。コメント読んでる、みおちゃん。あ、読んでる読んでる。すべて読んでおります。
リカピって歌うまいやんやって。 ありがとうございます。かっこは見えませんけど、みんなうまい、ほんまに。うん、みゆちゃんとかは特には。それやね、りかこちゃんダンスうまいなって言ってた。それはあかんわ。はあ、よし、じゃあ今日は何しました？かぶったかぶったかぶった。みおちゃんが一番うめえやって。まあな、今日はあれしたよ、パスタ作った。おお、うん、昨日作りました、パスタ。関西人すぐはーって言うやんやって。あー、確かに確かに、知らんけど。確かし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 。ちょ、青木りかちゃんがりかぴのモノマネしてるらしいから、みおちゃん、あの青木りかちゃんのモノマネして。難しい、できんで、りかこやってよ。リアンアンアン、リアンアン、青りかこと青木りかです。20歳になりました、よろしくお願いします。これ見てはないけどな。あ、あんまり。え、みおちゃんタバコ焼き作ったん？うん。みおちゃん料理できるん？初めて作った卵焼き今日。食べたい。いや、いい。うん。あんまり良くない。アオリイカは青木リカちゃんのあだ名です。リアンアンアン、リアンアン。リアンアンアン、リアンアン。大阪市出身、二十歳のアオリイカこと青木リカです。あ、青木リカですか、似てる。11期のネタ一生話されるリカちゃんに。おもろいな、あれ。一生笑ってたもん。見ましたか皆さん、お披露目の時の集合写真。ガチでおもろい、あれは。 10期のポーズしてって言われて、11期ってやった。しかもさ、あれを採用するあたりやばいよ。そう、採用されたのがおかしくないですか。もうそう、名前もな、カシャ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 撮ったのに、あれ採用された。しかも誰も漏れてない。みんな顔引きつって見てるんや、見てるんや。みんな見ましたって。みんなの本当のキャッチフレーズがわからない。だけど決まってない子の方が多いよな。うん。なんかあんまりな、うん、決めていってなみたいな感じで。うん。誰も漏れてない。うん、誰も漏れてないな、ほんまに。マジで誰も漏れてない。ジュエキの写真誰が気づいたんですか。誰やっけ。え、みんな気づいとった。なんてみんな見ててさ。乗った瞬間な、一人ポーズ違うってなって。あれはすごいね、ほんまに。一生の歴史やね。だってネットニュースにさ、載っちゃったやん。うん。焦った。普通に焦った。マジ、ほら。すみません。電話かかってきたもん、マネージャーさんから。ごめん、みたいな。な、もっといっぱいあったやろ、みたいな。うん。え、私のキャッチフレーズは決まってるんですよ。じゃあみおちゃんやってな。いくね。目の大きさは違う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 。あなたの好きピはみおピー、あ、リカピーです。ビークラブを届けます。ラブシチュエーションしませんかです。目の大きさは一人前。いや、そんな目の大きさを売りにしてないし、そんなに大きくない。いや、いいと思う。もっと大きい人たちがいらっしゃるから、先輩に目はち切れそうやもん。はち切れそう。うん、うん、嬉しい。ここ上下にバーンみたいな。嬉しい。あ、みおちゃんのみおちゃんのキャッチフレーズをモバメで募集したらやって。してない、あ、してない。嘘ついてない。してないけど、なんてブログ見て、うん、何個か来てた。へ、えー、あ、よくやった。スキップできないけど、スキピでいてねにしようかな。いいよ、スキップできない。できた時やけどな。そう、できるようになっちゃったらもう一生使う。わかんやん。レッスンとかしてさ、ステップとかしてるうちにさ、ほんまにできるかもしれん。なあ、ワンチャンできるから、うんうん、え、だってな、だって曲のさ、ダンスの振り入れとかもさ、最初えぐいけどさ、うん、マシになっていくよな、徐々に。うん、最初ボックスもできんかったもん。言わんとって、それバレてないのに。あ、ハートありがとうございます。ピ、ああ、みおちゃんって語彙力ないやって。ない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 。ないよな、みおちゃん語彙力ない。自分でも
えていいんやってできるようになったら。あ、誰だった。じゃあできるんだったらな。うん、あ、みおちゃんかわいいやって。ありがとうございます。リカピはどうですか。よし、売り込んだ。よしボックスできなかった。できるようになったよな、みおちゃん。突如、突如、突如な。いや、もうなんかな、できなくてな、散々な言われようやったのに。でもまあ、最初できんくてもな。そう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 。4期渚のイメージの振り付けにボックスがあるんですよ。リカピも可愛いや。あ、か、可愛い。え、そんな。お世辞やって。お世辞ちゃん、お世辞。みおには見える、かっこお世辞って書いてる。あかんで。かわいいやって。うわ。もう信じられへん、もう。もう信じられへん。ふなか。ボックスはなんかこういう足の振り方のステップで。そうできなくて、そうボックス踏めなくて。なんやっけなんやっけ、10期全体で踊ってなんかダメなとこありますかって聞いたらなんか窮地みたいな。全体の話を聞いたのになんか窮地って単体で言われちゃったっていう。まあまあ思い出やん。思い出、思い出やんな。思い出。ランニングマンできないです。あ、できます。リカピオとゴスピにしてください。あ、50カウントありがとうございます。ありがとうございます。リカピと免疫走っちゃ、めっちゃ走った西井美穂さんで間違いないですか。はい、もうすごかったな。すごかった。もうだってあと3分とかで乗ったよな、ほんまに。だってさ、コンビニでさ、支払いしに行ったらさ、そう、人がさ、めっちゃ遅くて、前の人が、そう、前の人が、もうこっちバス間に合わへんのに前の人がずっとなんかな、チケット発見しとって、そう、目で笑ってんだもん。もうえみたいな、え、これバス乗れるみたいな。みやちゃん先行ってていいですか。そんな無理。同じバスやのに申し訳なくて、これ乗り損ねたらだって2人でさ、駅でさ、うん、寝なあかんかったやん。それやったら新幹線で帰れって。お金持ってなかったんで。ああ、そうやな、うん、危なかった。しかもさ、名古屋駅もさ、別に詳しいわけじゃないからさ、そう、人に聞くねんな。聞いたらなんかどこですかとか聞いて、ビッグカメラどこですか、そう、ビッグカメラってどこにありますかって名古屋駅を走りまくりました。しかもなんかレッスンが遅れたならわかるけど、タピオカ飲みに行っとって、そう、タピオカ飲んだらバス乗り遅れた。乗り遅れてない、乗り遅れそうになった。うん、あ、お前、みおちゃんがさ、バス止めてもらえばよかった、止めてくれたらよかった。確かに。あ、ゲスト誰ですか。ゲスト書こう。とちみおです。オッケー。にしみお、あ、みおちゃんの感じ出てきた。イエイ。しかもさ、うん、タピオカさ、2店舗目行ったよ。なんてミオが飲めるやつなくてさ。そうそうそう、その時間もあるよな。うんうんうん。大阪にタピオカないよな、ミオちゃん。めっちゃあります。あー、できない子。めっちゃあります。すぐ嘘つく。10期生です、10期生です。私は10期生です。どこのタピオカが好きピ？台湾なんとか天正伝だな。そう、美味しい。タピオカの時代終わってんて。え、終わったと思わん？じゃあ何の時代なん？ミオピかっけ、はい、あ、セリさん、クマありがとうございます。クマありがとうございます。ミオちゃんもお礼言って。クマありがとうございます。トロサーモンに見える。え、違うよな、違いますよね。アバタートロサーモンじゃないですよね。恨みおしやん、恨みおし。違う。違う。ミオピの時代とか言われる。喧嘩しますか、喧嘩しますか。え、喧嘩しますか。殺される。裏ではやばいから。行かれる。み
なみおちゃんの時代とか言ってる、信じられん。イエイイエイ、ラブシチュエーションしよう。あ、いちご飴の時代や。あ、いちご飴か。の、そっか、食べるの。いちご飴食べたことある？あるよ、お祭りで。ラミアップスキピとかやってるし。まあやっぱり、あ、子供相手に大人げない、ごめんなさい。ちょっとね、もうお子ちゃまなのに。裏押し、裏押し、裏押しとかないから、表裏ないから、押しに表と裏ないからよくない裏押しないないない、そんなない。ちょっと匂わせるみたいな。そんなない。みおちゃんショールームで何の話するの、いつも。覚えてない、あの、しょうもない話で。だって本当は歌とか歌いたい、ダンスとかしたいけど。ああ、それはそう。私もダンス配信と歌配信はやりたい。やりたいねんな、うん、ダンス。やりたいよ。こんばんは。レッスン始まったら。いや違う、ほんまにきつい、ほんまにきついね、ほんまに。え、でもみんなでさ配信できるんやったらさ、やりたいよな。うん、めっちゃ絶対楽しいと思う、ね、絶対楽しいと思う。え、一緒にやろうや。え、だからやりたいってみよう。え、ほんまに名古屋にいる？みんなに名古屋に。え、いるって。え、じゃあもう会えるやん。そう、だからたこ焼きパーティーしよう。しよう、ちょ、終わったらグループ作ろう。はい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 。なんかさ、一人で配信してたらさ、悲しくなる。ああ、そうかな。ああ、喋れるからいいか、リカちゃん。そうそうそう、リカピ喋れるからさ。ミオピと違ってさ、うるせえ、うるせえ、全然喋らず。ミオちゃん喋れるやん。うん、全然喋れる。でミオちゃんほんまは普段はなんかショールームのおとなしい感じじゃなくて、めっちゃなんかとかやってる。あ、ちょっと見えへん。とかやってる。こんばんは。こんばんは。誰が一番うるさいやって。え、何気おとなしくない？え、だって先輩とかいる時とかも、いや、じゃあそれは先輩おるからやん。もう影でうずくまってるやん。うん、でも同期とおる時は誰やろな。でも年下もさ、年下でうるさいしさ、上も上でうるさいくない？うん、それはそう。な、一番大人なのは誰ですか？私です。違う違う違う、私です。私です。でも案外ほんまにミレイちゃんかもしれん。うん、わかる。なんか大人なのなんて言ったら見えちゃってた。林美玲ちゃん、みずきちゃんもやで。あ、みずきちゃんも大人。大人やんな、なんか対応が大人、うん、なんかもうな。あ、アイスありがとうございます。はい、言って。アイスありがとうございます。大須商店街、早香ちゃんとゆいちゃんと行きました。あ、いちご飴。あ、食べてるやん、いちご飴。え、そう、食べてる。え、みおちゃんショールームと違ってめっちゃ喋ってるやって。みおちゃん喋ってない。緊張すんねん、ショールーム。緊張すんねん。一人やからさ、だからずっとコラボ配信したいってずっと言って。うん、だからもう来てや、じゃあ。だから行くって。毎日踊ってるだけ、鏡見て。え、ちょっと待って、教えてほしい、ほんまに。うん、うん、動画見て覚えるの難しくない？え、違う違う、ほんまにできひんねんて、ステップが、うん、何してるか分からへんもん。難しい。でもなんか同じステップが多いって言ってた。うん、ああ、それは言ってた。あ、ファイトありがとうございます。ファイトありがとうございます。ミオいるこれ。いるいるいる。いやくない。あ、星ありがとうございます。ミオ今さ、何ずっと歩いてね。いやなんか。きっしょ。ああ、ルリコさん音符ありがとうございます。はい。音符ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ハートもありがとうございます。オッケー。そう、2倍お得やからやって。2回言うから。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。いいね、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。オッケー、オッケー。でもこれ、ミオのルームじゃないのに言ってんねんけど、大丈夫？うん。ミオちゃんのみたいなとこある。あ、ファイト！あ、ファイトじゃない。何これ。ブラボー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 、ありがとうございます。すごいこれ、躍動感ある、これおもろい、うん、すっごいな、うん、
関西コンビ可愛いやつ。みおちゃんの写真写しとこうかな。ないわ。ないわ。ない。意外とさ、ツーショットとかなくない？あの。あ、ない。なあ、お披露目とかのさ、うん、ないよな。うん。写真撮ろうって言われへん。あ、わかる。団子ありがとうございます。団子ありがとうございます。撮ろうって言ってくれる人しか撮ってないみよ。あ、一緒一緒。なあ。うん。撮ろうな。あ、テレビ電話にやって。え、みよ。大丈夫。あ、そう、みゆちゃん、そう、準備してないから。なんか、あ、くま！やなけんさん、くまありがとうございます。あ、くまありがとうございます。ありがとうございます。感謝です。ビジネス仲良く。同じタイミングで、同じコメント読んでちゃった。名古屋おるんやったら、ビオレットリアほんまやで。だからもう明後日ぐらいにやりましょう。うん、ね、ほんまに毎日暇やから。うん。コンビ名は？ミオピ。リコミオ。ミオシトロシチュエーション。大丈夫？トロの方がなんか印象強くて。あ、団子ありがとうございます。団子ありがとうございます。よし。今日誕生日です。やって。あ、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。トゥーユー。オッケー、いい感じでハモった。わざとみたいになってんの。なあ、何の配信してるんやろ。大丈夫かな。関西弁配信。え、でもな、関西弁出えへんねん。あ、でもみおちゃんと話したら出る。みおもショールームとかやったら。一緒一緒一緒。な、誰かと喋ってたら普通やけど。あ、桜もみじにしよう。なんで？あ、そういうことか。うんうんうん。あり、美味しそう。美味しそう。な、疲れてへん疲れてへん、疲れてるとか言われた。でみおもめっちゃ言われる。疲れてるやろ。めっちゃめっちゃ出てた。全然です。あ、だるまありがとうございます。あ、だるまありがとうございます。顔小さいですね。やったー。おー、よかったよ。ね、なかなか言われへんな、そんなん。いつも思ってんで。ああ、いい、きつ。心の片隅で。みおちゃんショールームいつも眠そうやって。めっちゃ言われんねんけど。そういう可愛いね。なんか部活とかの時も言われてさ。標準、え、部活やってたの？うん、バスケ。え、パクラとってや。え、あ、そうか、骨折バスケか。骨折バスケ。このだるま、かわりかぴ、どっちが顔小さいやって。だるまかな。嘘やね。はい、次。もちろんリカピです。あ、なんて素敵な。ラブシ。ラブシエーション。オッケーオッケー、いい感じか。ラブシエーション。青空クラブ、そう。中学1年の初めだけバスケ部。中3から高1吹奏楽部、高2高3青空クラブ。めっちゃ帰るやん、部活めっちゃ帰るやん。え、そう、な、ない、好奇心旺盛やねん。あ、なるほど、うん、いいことやな。うん。あ、ペンタロ、ペンタロ映すわ、みゆちゃんの代わりに。あ、かわいい。いや、でもみゆのぬいぐるみの方がかわいいわ。なんやっけ、もずくちゃんみたいなやつやんな。誰やねん、りんごちゃん。あ、それ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 。誰だよ。あ、しろたくん、ちょっとその辺に落ちてる。しろたくん、もずくちゃんめっちゃ笑われるんやけど。もずくちゃんに解明してもらおう。すっごい孤独な名前。あ、音符ありがとうございます。音符ありがとうございます。みおちゃんの笑い声初めて聞いたかも。やって、いや、一人やったら笑わんちゃう。笑うよ。みお、むっちゃさ、ツボが深い、浅い、うん、え、浅いからさ、うん、ずっと笑ってるけどね。え、めっちゃ笑ってるし、てか聞いてほしい話が思い出した。え、何？昨日な、このショールームをやってたら、なんかずっと一人で喋ってるやんって言われた。りかこちゃんが？そう、どうもコメント欄で。確かに。え、そういうやつなのにさ、そういうやつやのに。でもなんか、みんなと、みんなよりなんか慌ただしいよな。
え、どういう意味？ショールームが。どういう意味？なんか一人でも盛り上がってるいい意味でそう、いいなって思う。でもへえ。なんか、あ、めっちゃ喋るやんみたいな。間違いないとかさ、それはそうとか言われる。うん、それはそう。いや、もうだって昨日の夜さ、めっちゃなんか考えたもん。え？みたいな、あのツッコミはどういうツッコミなんやろうと思ってでもなんかみんなのショールーム見てるけど、なんか、うん、あのなんか、うん、騒いでる、ここのルームだけいい意味で。いい意味で、よかった、うん、よかった。疲れやんの、なんか。え、違うで。え、クラクラすんのショールーム見てた。大丈夫かな。全然。え、でも昨日足つって配信してたら。なんで？昨日足つって配信しとったら疲れてるやん。ショールームしとって足つってしばらくなんか寝転がっとった大丈夫メデカ嬉しい。吸い込んじゃいますよ。うわ、なんか新しい、新しいネタ出てきちゃった。あ、いいよ、吸い込んじゃいますよ足つり加工。いい意味でって言えば何でもありだと思ってるやって。うん、思ってんで、うん、知らんけどといい意味でつけたらいい。そうそうそう。あ、バラありがとうございます。バラありがとうございます。よかったらね、フォローしてください。はずそう。なんでフォローしてください。フォローはずそう。フォローして。こんばんは、こんばんは吸い込みます。足つりかっこいいな。嫌だよ。気が合わん。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。フォローしてたらコメントしてください。いやです。みおちゃんのショールーム練習会なんですかって。そうです。学んでんのよ、りかこちゃんから。うん、そう。ハート100個ありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。キャッチフレーズ多くなっちゃった。フォローしました。ラブ。うわ、ミオの話とかまあみんなで仲良くってなとかあるよな。やば、喧嘩やん。喧嘩しような。うん、次会った時。うん、会った瞬間から。うん、決めようもう。うん、どっちが、うん、顔小さいか。もう勝てん勝てん勝てん。はじめまして初見の方、こんにちは。あ、小判、小判ありがとうございます。あ、小判ありがとうございます。なあ、ミオのコメントに小判とかさ、うん、バラとか言ってるけど投げてこへんで、ね、さっきから投げて。え、コメント見てるからじゃん、タイムライン。タイムライン見てんねんけど、ないねん。リコちゃん何言ってんのかなってずっと思って。え、投げてくれてるもん。ないねん。うん、生きてる。なんでやろな。何気に前髪気にしてて乙女とか言われちゃった。前髪固めるタイプの女子やで、りかこちゃん。違う、顔に貼るの。あ、なんかつけちゃう、前髪つけちゃう女子そう、前髪顔に貼る、おでこに。そうやんな、あれリアル動かんから。そうそうそう。あ、逆にみおちゃんフォローするしかって、フォローお願いします。いや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 、全然効果もあるな汚い。でもさ、これでさ、みおのこと初めて知った人がショールーム見に来るやん。うん、あれ全然喋らんやん、ちょっとありえる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 。リカピの魅力に気づいてしまいそうやって。あ、スキピやばい、スキピスキピスキピ、ありがとう。みおちゃんには言ってない。見えてないけど、みおも指ハートしてんだ、ね、今みおちゃんショールームと全然違うって。そういうとこある、ある、あるねんなみおちゃんフォローしてる。なんで私をフォローしてくださいよ。フォローお願いします。フォローしてください。だからさ、10期みんなで配信したいの、ね。え、自分のルームでやろうとしてんの？違う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 やん。そういう
関係、リカコの得意不可関係。フォロー外されるって。違う、一番うるさい人のところでやった方がいいね。みずきちゃんか。喋らんやん。もうおとなしく言って、おとなしい系やん。うん。あ、ルリゴシさんハートありがとうございます。あ、フォローしますやって。いやいや、リカピです、リカピ、リカピです。フォロワー5000でバンジー。じゃあ私はフォロワー4000人でスキップ配信。あ、もうすぐやん。頑張って。嘘ん、マジ？今3897フォローしてください。4000人いったらスキップするんでフォローしてください。ごへいさんハートありがとうございます。そう、私のフォロワー数が4000人いったら10期みんなにスキップ教えてもらうよ配信する。あ、いいね。うんうんうん、決まりました。皆さん宣伝お願いします。じゃあみゆも3000いったら、うん、何にしよっかな考えてから言ってくる。さっき喋っちゃうみたいな。なんでフォロー外そうとか言われる。あるあるよ。本当はスキップできるだろう。いや、もう見てほしい。逆に小学校からの私の人生を人生を見てほしい。え、ダンスも見てほしい。みおちゃんダンス見たら分かるよな。確かに。確かに。ところでみおちゃんはスキップできるのかなって。もちろん。触っちゃった。行ったらパフェ食べようってさ。ゆる、そんなゆるい。ゆるいよ。リカちゃんなんかスキップとか言ってんのにめっちゃゆるない。みんな大丈夫。ミレイちゃんとかスキップ教えるのスパルタそう。ミレイちゃんにバチバチに。バチバチに。リカコちゃん。リカコちゃん。できるでしょ。そこ違うでしょ。リズム違うよとか言われる。怖い。あ、ブログ読んでくれた人ありがとうございます。みゆちゃんブログ読んだ？ありかこの読んだ。おお、さすが。さすが、読んでないな。読んだ。読んだよ、質問返してたい。今日30個返しました。すごいすごいすごい。あ、うま、ありがとうございます。うま。うん、うまって書いてある。うまなんかある。うまっていう文字。あ、なるほどね。だるまありがとうございます。みおちゃん言ってくれなくなっちゃった。うまいね。うま、読んだよ、感動した。感動すること書いたっけ。適当やろ。適当に言ってますか。適当に言ってますか。ほんとみおも感動した。似合う、ありがとうございます。ありがとうございます。みおちゃん言ってくれなくなっちゃった。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2回言っちゃった。2回言っちゃった。みおちゃんの分も言っちゃった。こんばんは、こんばんは。めちゃめちゃ感動した。嘘ばっか、もう嘘ばっか。今から読みますやからな。お前はお前。嘘、ブログで涙したんやね。ああ、ああ、馬年です、私。馬年。そうなの。うん。みおちゃんヘビやろ、ヘビやろ。ヘビやろ。知ってる。あ、そうか、一個違いもんな、うん、ハートありがとうございます。ます。初見の方がいるので自己紹介します。 SK48 10期研究生の木内理香子です。よろしくお願いします。はい、はい、みおちゃんが、あ、みおちゃんが一番仲いいのやって。でもさ、うん、ビジネス、うん、ここはビジネス、ここはもうめっちゃビジネス。全然仲良くない。もう蹴りまくってもな、お互いのこと。うん、もうおはよう、パーン、おはよう、パーン、おはよう、パーン、バイバイ、パーン。多分ストレス溜まってるから休んだ方がいい。みおちゃん自己紹介するのもったいないでって言われてんで。あ、ほんまや。19歳の西みおです。あ、ハートありがとうございます。あ、待って、かのんちゃんおるで。え、かのんちゃんおる。こんばんは、かのんちゃん。10期集まれ、10期集まれ。星いっぱい投げたで今日、かのんちゃんに。かのんちゃんの歌上手すぎて星投げたらしい。え、そう、歌上手すぎてトークの勉強で。よかったな。やめてよ、やめてよ。そんな勉強にならへん。あ、ハートありがとうございます。
ラブ。19歳です、西井美穂ちゃんは。そうです、いえいえ。美穂ちゃんありがとう、やってありがとう、スキピスキピスキピ。かのんちゃんはな、もうこんなうるさくないから、そんなめっちゃいい子だよな。めっちゃ、ハンカチ毎日使ってます私。あ、みおちゃん使ってない笑い方した。みおちゃん手札まだついてます。みおちゃんめっちゃ可愛くて気に入ってて。めっちゃ可愛いよな。そう、何色、何色気に入ってる。おそろ、おそろかな、水色。あ、ピンク。違うわ、イメージかな。イメージちゃう。クマがついてるハンカチ。あ、一緒、うん、可愛いよ、めっちゃ可愛い。しかもお手紙もつけてくれて。そう、もうジュッキーマジで仲いいから、ジュッキーを見てください、ちゃんと。はい、はい。ジュッキーを見てくださいって、はいはい。なぎさのイメージ YouTube に載せてくれたらいいの。な、てか MV 撮りたい、なぎさのイメージの MV 撮りたいです。みゆもシチュエーション考えようじゃん。うん、ラブシチュエーション考えよう。じゃんって、ラブやって。あ、あと400人で1万人。おー、いいね、いいね。ハートありがとうございます。ハンカチーフなんやって。ハンカチーフ、うん、ハンカチじゃなくてハンカチーフって言ってて。なんでコメント、え、なんでそんな喧嘩越し喧嘩売られてますよ。音符ありがとうございます。なぎさのイメージの MV 撮りたいです。ね、撮りたい。なんかめっちゃ汚いのでいいからさ、お金ないならそんなん言わないの。わかんない。私怒られんだよ、ほんまに。妻バリワサビ。妻のことバカにしたらあかん、ほんまに。妻行ったことある？妻、めっちゃ行くよ。妻水族館でイカの解剖したんやって。ガチやん。うん、ガチガチな学校やから。汚いって言うなややって、もうほら。妻行ったら多分めっくりすると思う。やめてお前、自宅で作るしたって。だからうるさい、ほんま。緑のお風呂みたいな。あ、スマ水、そう、スマ水でね、イカを解剖したことがあります。すげえ。もうでも名古屋の人になっちゃったな、悲しい。名古屋することないか。うん、これいつまでやるん？知らん。10時10時にしようじゃん。30分ぐらい火やおうみたいなノリやったら気づいたりするなんて。10時までにします。はいはい。ずっと歩いてるけど、ダミよ。みゆちゃんは家で今ずっと歩いてます。うん、かのんちゃんどこ、かのんちゃんどこ。急に時間。そう、関西出身なんです、私。標準語しか喋らないんですか。あ、ここやって、かのんちゃん、かわいいわ。もう、あ、かわいい。もう見てないかと思ったよな。うん、かのんちゃんさ、たこ焼きパーティーしようよ。どこも行けないから。でもあれやん、大人数集まったらあかんで、コロナ。ほんまやん、2人で。じゃあ、みおちゃんと2人でやって、次回次、かのんちゃんと2人でやってって言って。毎回日替わりに。ほんまやん。したいよやって、でもしたいよって言ってる。うん、したいよな。うん、昨日なんかジェッキでみんなで配信したいみたいな話をしたら、なんかコロナだからダメってコメントで指摘を受けました。2人までだって。あ、2人までなんやね。まあ、3はいいやろ。3どうですか。あ、2人までですって。隣の部屋で1人ずつやって。それも別じゃない、それ一緒におる意味ある。はあ、みおちゃん10時までだけどって言われてんだよ。あ、24時までですね。あ、あと100人で1万人なので。お前、1万人いったら変顔します。うん、あ、しません。1万人いったら渚歌います。おー、2人でな、2人で。え、わかった、みお下のあのかぶせで行くわ。あ、オッケーオッケー、いいや。初めてのかぶせやったことないけど。かわいいな、やって、嬉しいな。でも変顔がいいなって言われてるけど、大丈夫。変顔？よりもする？変顔して。さあ。
ぶりっ子の変顔。いや、それは多分それはなんかもう変顔じゃないもん、日常レベル日常はひどいでそれはそうやけど、え、より目かわいいやった、かわいかったって、ごめんみおちゃん。みおもしてんね、今変顔。あ、変顔してるらしいです。見えた？うん、見えた、見えたよ。つながってるもんな、みおら。おはようございます、おはようございます。何キャラ？あ、1万人超えて、超えてないよ、あと9人超えてんで。嘘やん、あと9人になってる。1万30人です。あ、変わった、1万人超えたので。はい、なぎさのイメージをかぶせ、みおちゃんかぶせ。ラップバージョンがいい。は？もう怒られんねん、ほんまに。ちゃんちゃん、いい歌やと思ってんで。エリオめっちゃ好きやのに、なぎさのイメージ。ラップバージョンがよくない？ハモリって書いてある、ほら、ハモリって。ハモったことないけど大丈夫かな。ハートありがとうございます。かぶせよろしくやって、かぶせよろしくやって。なぎさのイメージは10期生、私たち10期生の曲です。はい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 。ダンスありやって、踊ってや。え、これでやる、これで。あ、ちょ、これとか言うのはちょっと見えへんけど手でやる。あ、見えた見えた、ポコポコダンス。うん、歌い出しみおちゃんお願いします。いや、ダメです、歌い出しのパートは私のパートなんで普通にあの渡せないです、それは。イスタンです。静かにして。本気の指揮者やってくれるらしいんで、行きましょう。あ、お願いします。せーの、タンタンタタンタンタタン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 タタン。え、当てる？当てない、当てない。一緒に行け。タンタタンタン。大丈夫。何？大丈夫です。かわいい、ありがとうございます。はい、なんか笑えてきたとか言われる、歌おうとしてるのに。あ、ワン、あ、ワン、ツー、せーの、椅子とて、歌わへんのかと思って殺すよ。やめてよ、今歌おうとしたのに恥ずかしい。いいよ。はい、もう結婚しろやって、結婚しような、結婚しような、うん、いや、みおちゃんに、みおちゃんに言ってないね、きっと。みおに告白された、プロポーズされた。はい、はい。いきます。うん、ないけ。椅子と。あ、違う、そうじゃない、そうじゃ、何しようとしたいけっていう。急に忘れた。違う違う。自分のパートはちょっとありません。だからリカ子のパート終わったらみおちゃんのパート、みおちゃん歌って、とりあえず。歌いたくない。そう、それはだって聞いて、私初めて歌うんで。まあ、オーディションの配信ですら歌ってないねんで。みおも、みおも。いや、そうやな、じゃあやめとく。そうやな。コメント次第やな。コメント次第。なかなか味わらないとか言って、ぐだついてると思われる。ほら、ラップバージョンやったら恥ずかしくないもん、みお。で、ラップバージョンってなんだ、ちょ、一回やってみて。はい、ストップ。イストテーブルが、ほんま怒られんで、ほんまにほんまに怒られんで。めっちゃいい曲で、めっちゃいい振り付けやのに、ほんまに、ほんまにひどい。怒られろ、怒られろ。ごめんなさい、これ見てるよな、でも誰か。え、誰が見てる？あれやん、偉い人。やばいやん。え、見てるやろ、だって。ああ、もう10期生の評判がみおちゃんのせいで下がった。やば、タコパであげようと、タコ焼きを決まくって、ちょろちょろちょろ焼いたことないけど、タコ焼き。演歌じゃないです。演歌なんですか？おもろい、そのコメント。怒られるよ、ほんと。ごめんなさい、もうどうしよう。 LINE 来たから、来たらマネージャーの人に、何かのイメージばかりしないでください。もうこれからほんまにさ、すっごいさ、ありえん、いい曲をもらったのにさ、うん、やべ、こいつやべ、やべ、口悪いよ。いかれるって口悪いか。あの、ヤンキーやから、みゆちゃん。違います。違うな。何の根拠もない。
ゆうちゃんやっけやったらもろ逆にどうやの。タコ配信します。次自分、うん、手羽先あるある早く言いたい。何それ何それ。やめてやめて急にやめて。何なの。私意外にマンゴーが歌いたいんですけど。歌ってよ。違う将来やん。ああ将来、うん、将来早く歌えややばいって。歌いますよ歌うけど、ちょマジであの録画とかやめてください本当に。じゃあほんま嫌や。なんかだからみおちゃんはハモリでいい。ほんまにかぶせにしよう。そうやったらなんか両方紛らわせるやん。あ確かに、うん、なんかほんまに絶対取らないでくださいマジで。オッケー。そういうふりあるあるよ。そんなん言うん。なんでそんなん言うん。そういうふりあるよな。なんかもうやめてくださいやめてくださいとか言って。なんかなんか違います。いきます。じゃイントロ立て。イントロいらん。イントロいらないよ。あ、オッケー。せー、あ、これでもさ、電話時差ある、どうしよう。そうで、一緒に歌うても。せーの、椅子とで、え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 、いやいやいや。あ、じゃあ、りかこちゃんのパーターかぶせんとか。あ、オッケーオッケー。うん、はい、せーの。椅子とテーブル。うん、いいよ椅子とって。あ、ちょっと待って、本当に本当にやばい、これはほんまにやばい。ちょっと待って、降ろされるかもしれん。降ろされる。キューティショールームで下手やったから降ろされる。椅子とテーブルがカフェの外に出たら太陽の季節が近い。超絶かわいいリカピー。これが私のパートです。はい、もう一個は小麦色した君も好きだけどです。おーいいね。聞いてください、注意して。かわいい。あざす。もうもう飽きた。このくだりこのくだり飽きたとか言われとったからよかった。小麦色好きやで。みよ、え、私も小麦色めっちゃ好きなんです。だからもう聞いて。小麦色したです。かわいい。君も好きだけどです。似てない。似てないわ。似てるって。似てない。ひどい。え、マジで初めて歌ったんやけど。みおちゃんいいやん。人のマネな、マネなら歌うんやな。やってみおちゃん。うん、だってマネやったら大丈夫。笑い止まらんとか言われてる。リカピ手疲れない。疲れてきたけど、あと15分で終わるんで、15分で壇上読めます。一緒に読みます。うん、一緒に読もう。需要ない。いや、あるあるある。一緒に読もう。どうしよう、後でお前いらんねんとか書かれてた。死んじゃう。みおちゃんいつもショールームでそんなに面白いの。いや、これマジでみおちゃん本当に面白くないですよ。次ショールームやったら怒られるって。全然ちゃうやんとか言われて。あ、パチパチありがとうございます。パチパチありがとうございます。うわ、歌声褒められるんやけど、そんな感じで歌ってないからちょっと恥ずかしい。マジでマジで恥ずかしい。いや、かわいいかわいい。いいよいいよ、そういうの。ちょっとマジでマジで、ほんまにちょっとマジで、そういうキャラじゃない。ちゃうちゃう、マジで。ほんまにそういうキャラじゃない。誰誰。急に何。すごい、禁じられた2人期待やって。あ、ブルーローでやりたいやろ。うん、禁じられた2人やりたい。リカコも魚の上にボートを出しましょうみたいな。魚の上にちゃうし、今すぐ行きましょう。いけないことですか。でもほんまにやりたい。私雨の動物園がやりたいです。あ、ミオ雨の動物園勝手にやってる。ペンギンやりたい。ペンギンやりたい。リカコも、うん、勝手にこれやろなと思って勝手にやってる。はじめまして、はじめまして。魚の上って言われてるで、ほら。うん、やば。これっていけないですか。湖でしょ。みゆちゃん、明日ショールームやったらいじられるでやって。やんねんけど。
ゃあ私も明日はやります。あさってくらいにみおちゃんとやります。あ、空いてます、空いてます、あさって空いてる、毎日空いてるで。オッケーオッケーオッケー、いつでも予定メモで。オッケーオッケーオッケー、人生で一番暇今。じゃああさってたこ焼き配信します。はいはい。もちろんこちらのこちらのルームでやりますよ。いや、なのでフォローしてください。違う違う、こっちのルームで。違うよ、だってゆうちゃん喋らんもんショールームな。違う違う違う、2人やったら喋るから。だからいつもミオンとか来てくれる人に。え、でもさ、普通に2個携帯置いたらよくない？うん、間違えない。そうしよったし間違いない。あ、コバありがとうございます。あ、二人とも配信でいいんじゃないの。あ、そうです、そうでした。そうしますね。両方でやる。突っ込まれてる。このルームじゃないとみおちゃんがタワー建てれへんやって。え、建てる予定なの。何も言ってへんけど建てる予定ない。はぁ、あ、疲れてしまう。久々になんか人とこんなに喋る、うん、あと12分。はい。おい、歌は今ので終わりかって。いったれ、ここしかパだってここやなんです、私の歌わりは。歌わり以外も練習したんでも。あ、そうか。どこ全部全部。あ、じゃあ、あれでいいや、望遠鏡のない天文台。ああ、僕たちは何度も見上げていたのに。はい、ここです。みおちゃんほんまにもう今ので今日でも終わったわ。ハートありがとうございます、マジで。音符もありがとうございます、ありがとうございます。今日スーパームーンやって。いや、みなほんま？ほんまかな、丸顔やからかもしれん。なるほどな、鬼火されてんだよ。それって、それって私の顔見て、今日スーパームーンや。やばすぎる。ひどい。スーパームーンはここにある、木内里香子です。月が綺麗ですねって言う。ええ、え、しごめん。めっちゃ綺麗な丸顔。関西の子です、関西の子。ちょっと待って、え、丸顔は入らないですよ、もうディスしかなくなっちゃった、どうしよう。誰が満月やねんやって、いいや。いや、誰が満月やねん。しかもスーパームーンってめっちゃかっこよくない？かっこいい。誰もありがとうございます。大阪やで、大阪やで。ハートありがとうございます。誰ももたくさんありがとうございます。あと10分。スーパームーンキャラめっちゃいい。え、めっちゃ嫌それは。ほんまに嫌。これさ、次のショールームでさ、スーパームーンの話したらそろそろ定着するぐらいや。喧嘩する？喧嘩しようか、うん、たこ焼き顔につけ合う。うんうんうん。ムーンウォークはできないです。だって誰が私の顔に人歩いてんねん。木内さんを見ながらめっちゃ綺麗な円描けそうやって。え、ディス？ディス？ディスよな。そのからキャラはやめてきって言われてる。ほら、もうここでなくしとこう。もうここでなくしとこう、もう終わり終わり、時を戻そう。おお、年中無休の花火やで、花火やで、花火やで。あ、いいや、それ研究生にシーミオですよって。なんか可愛いのにおもろい感じやん。え、好きになっちゃいました。あ、西見を検索で、木内里香子です。フォローしていってください。フォローしちゃってください。西見の検索お願いします。うさうさうさ、誰が横顔半…え、半月？三日月？半月？半月？え、半月なの？半月はあれやな、うん、月月、日月かの違うよね。うん、
桜ともみじコンビとか風流だねやってやった。お母さんのことおかんって言う？言わん。言わん。ママちいちゃん嘘。ママ嫌や、やめたい。ママって呼んだことないけど、ママって呼んでるふりしてるけど、お母さんって呼んでます。え、どれ結局どれめっちゃいいやん、結局どれの。めっちゃ可愛いフォローした。次。あ、名前読めへんって言われてね。名前読めへん。は、木内りかこです。りかこで、これはもみじって言ったら変換できます。はい、みよもいつももみじって言ってる。うん、もみじって言ってください。え、辞書登録してください。あ、ちょっとなんかそういうのめんどくさいからやってない。うん、 OK。 おかんちゃん、うん、おかんって言ってる人周りにおらへん。え、みよもおらんの。アポロ11号はここです。このほくろディスられてるくない？もみじです。りかこなんですけど、このかがもみじっていう感じです。かしこもみじ。かしこもみじです。毎回打つの面倒ちゃう、ほら。うん、確かに。でもなんかその登録の仕方とかわからんし。辞書登録してよ。やり方わからん。じゃあいい。みきちゃんって打つときさ、いつもみのりって言って、うん、リーケしてから、うん、希望って言って、うん、めんどくさ。でも漢字で書きたいからさ。うんうんうん、なるほどね。はい、はい。どの辺でうさぎさんが餅つきしてるの？あ、このやえばです、やえば。ディスられてますね。話してる子は誰なの？これ西井美穂ちゃんっていうこと電話してます。10期生です、同じ SK48 の10期生です、新人、はい、難読あるある。そう、難しい感じなんですけど覚えてください。あ、トロサーモンと電話してます。トロサーモンです。みおちゃんの失敗はあのメールで SKE メールでトロサーモンっていうメールアドレスにしてて、名前を名乗らずに1通目送ったら誰ってなるっていう。そう、めっちゃなんか最初には自己紹介を書いてほしかったですっていう返信をしてたシンプルにごめんなさいやってんけど。チェックしてください。疲れてきたやって確かに最初ほどの勢いはない。うん、もう歩くのやめたもん、みよも。うん座ったんや、よかった。座った。あと5分やで、言い残したことは。あ、5分でいい。え、5分経ったら読むね。あ、なるほどね。うん、かのちゃん勉強になったんだろうかって。もうなったやろな、メモ5枚分ぐらい書いてあるんだけど、うんうん、だから顔が丸いって言われたらスーパームーンと例えるよみたいなですよこの2時間メタメタ笑ったけどメタメタ疲れた。 SKE の10期生です、はじめまして。そうです、1通目誰って話題でしたやって。あー、自己紹介すればよかったでも、うん、時は過ぎてしまった。それはそう、そう思いましたやって。やった、かのんちゃんに真似できる要素ない。キャラ迷子になっちゃったかなってなっちゃう。次かのんちゃんがバチバチに。あ、ほんまやん、次かのんちゃんの配信でいや、なんでやねんとか言って。あ、おるねんけど勉強になったおるやん、かのんちゃん。おやすみ、おやすみ、おやすみ。握手会再開室絶対行きます。え、めっちゃ楽しくします。ついでにお願いします。みおちゃんの握手会でもみおちゃん喋らないですけど、みおちゃんは顔ちっちゃいねってのびっくりするんでぜひ行ってください。いや、りかこちゃん行ったらもうマジプリクラ顔やからそう、私プリクラって呼ばれてたことがあります。プリクラ顔やんな、プリクラみたいな顔やなって。こんばんは、こんばんは。みおちゃんは19歳。はい、なんか気になる。まだ握手会出たことないような。ないですね。うん、ちょっと握手会したいって言ってる。うん、握手
会したい。うん、したかった、うん、マジで楽しみにしてた。みんな、リカピから西ちゃんに流れたら申し訳ないなって。いけ、いけ、いけ、頑張るから、頑張るから、流れろ、頑張るから、進め、頑張るから、止まるな。まあ仲いいんで10期生みんな。うん、見えない。みおちゃん先輩なんや。やってみおちゃんは。そうです、見た目子供なんで先輩です。流れろは草やって。かのちゃんハードで、かのちゃんにそんなん言わないでください。かのちゃんに、うん、出たのにもうそんなん、まだもう高校入ったばっかりやのに。お二人ともメール取ってますやって。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。もみじ散る、いや、うまいこと言ってないですよ、やめてください。ミレちゃん、でも今日のミレちゃんのショールームでなんか昨日のりかこちゃんの配信天使すぎたって言ってくれた。天使やったって、すぎたとは言ってない、天使って言ってくれた。あのお菓子これ、みおとこにも来とってんやん、うん、来てくれてんやん、うん、そんなん言われんかった、かわいいとか。ほら、え、めっちゃかわいいとか、天使とか、なんか実物での方がかわいいとか、ミレちゃんが書いてくれた。裏呼び出したな、かやつくん。逃げて、みえちゃん逃げて。はあ、トロサーモンからリカピに流れるのはあり。まあまあまあ、スキピリラブシチュエーションしちゃう気持ちはわかる。だからもう両方スキピにしてください。あ、リカピが1位だから10時になったら男女読みます。あと1分やん。アイドル生存競争やって。すごいって。しびれ。仲悪い止まるやん。読まな。誰と話してる？西美桜ちゃんです。同じ10期生の SKE の。ありがとう。うん、言ってくれて。うん、そう、優しいとこある。美桜ちゃん壇上いないよって言われてるで。今から頑張るわ。5本でいける。もう戦わなければ生き残れない。え、10期はじゃあ団結して10期で。そんな闇深くないからな。そんな小学生がいるのに。うん、タワー5本は強いやって。今からダッシュで。めっちゃおもろい。あ、花束ありがとうございます。あ、壇上読むです。はい、読みます。よし、一緒に行ってな。あ、交互に行く。ありがとうございます。13位ドームさんありがとうございます。ありがとうございます。12位しんちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。11位ルリコシさんありがとうございます。ありがとうございます。10位太田さんありがとうございます。ありがとうございます。9位浩平さんありがとうございます。8位鈴木さんありがとうございます。7位ゆうちゃんさんありがとうございます。6位愛知県のゆうぽんさんありがとうございます。5位たんたたんさんありがとうございます。これすごくない？ほんまにこの、うん、ありがとうございます。4位たけぽんさんありがとうございます。3位せりさんありがとうございます。2位おちころさんありがとうございます。1位やなけんさんありがとうございます。いいね。スクショタイムしてへんの？あ、スクショタイムする。じゃみおちゃんちょっと携帯置くな。うん、ごめんな、放置された。ごめん、うるさい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 。ありがとうございました。明日は、明後日ぐらいにタコパします。ぐらいぐらい、うん、明後日ぐらいにタコパします。はいはい、コーラ効果か。はいはい、オッケー。あ、うん、メイク道具紹介しようって言ってたんです。私するって言ってたのに。え、してないじゃん。してない。普通に喋ってるやん。え、しないとあかん。
じゃあ最後にしていいですか。どうぞ。みおちゃんのスクショタイムと違って長いやって。うん、いいよ、めっちゃ短い。なんか恥ずかしくない？なんかやめて、やった後に恥ずかしいとか言うんやめてや。いや、なんか、顔が恥ずかしいね。ひどい。あ、いいですか？じゃあメイク道具最後に。明日メイク紹介してって言われちゃった。あ、リップは何回も見ましたよね。あ、メイクする？じゃあメイク見たいらしい、見たいって言ってくれたんでやります。みおちゃんはじゃあコメントをください。じゃあメイク紹介したら終わります。はい、自己紹介しとこう。みおちゃんもする？うん、いいよ、みおちゃんして。みお、何だっけ、あ、リカ、あ、間違えた、好き、なんだっけ、みおちゃんの自己紹介していいんで。じゃあリカスコちゃんのさ、自己紹介パクろうと思ったけどさ、ど忘れしてじゃあ進みます。下地はこちら。はい、ごし飛ぶんやけど、どうしたらいい？もっともっと手出して。あ、よくない？めっちゃほら、いいね、いいね、おー、いいやん、いいやん。キャンディドールのプライトビアベース、ビアベースモイストラベンダー、これをこちらはトーンアップしてくれます。あ、みおちゃんがね説明してくれます。これが下地で、これがパウダー。はい、キャンディードールホワイトピュアパウダー、こちらがパウダー。みゆちゃんコメントください。こちら顔がサラサラになります。もうすごいよくご存知ですね。はい、適当に言ってるんですけど、はい、当たってます。当たってます、当たってます。で、チークはお誕生日にもらいました、紫のやつ、パンジーなんとか。可愛いですね。クリニックですね。あ、そうです。あの紫のチークが好きです。お、顔が芋になれます。紫芋は。あ、今のは違います。よし、次はまつげは、あ、順番バラバラなんですけどいいですか？いいですよ。 OK、 まつげはデジャビュー、デジャビューです。お、まつげ、こちらはまつげがバサバサに生えます。こんな感じです。いいですね。これで溶かします。これは100均です。はい、はい。眉毛はよく見るやつ、ちょっとショールームが遅れてて、あ、なるほどね、 XL ですか。はい、 XL のです。暗いの一番、ね、黒髪が好きなので。次は、はい、あ、こっちの、ま、眉毛の時もあるよっていうクリオ。あ、それ良いらしいですね。え、良いですよ、これ良いですよ。買ってみたいですね。はい、続いてハイライト。はい、セダヌさんの。あ、一緒ですね。あ、これはみおちゃんも使ってるみたいです。ぜひ使いましょう。これはもう顔がツルツルテカテカイエイイエイって感じになります。あ、みおちゃんの声でいこう、これ。うん、もっとはめてんね、みおちゃん。あ、シェーディング、シェーディング影はこれで描きます。これは分かりません。あ、それなんかいいですね。これ青木りかちゃんとかも使ってる。みきちゃんも使ってた気がする。あ、みきちゃんも使ってらしいです。次、はい、あ、眉、まつげ、違う、まぶた、まぶた。アイシャドウ。なるほどね。クリオのプリズムエアーパレット02ピンクアディクトです。キラ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 、宝石箱ですね。ちょっと鏡が映っちゃうんですけど、こんな。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。次、リップ、はい、これはこの前のお誕生日にもらいました。ミオピから。ミオピはもらってません。これ
はい、3のシマリングリップジャムストロンキース、ん、うん、美味しい、あ、可愛いですね、美味しいです、美味しいです、美味しいです。これは涙袋に乗せたり乗せなかったりするやつ、あ、可愛い、これどこのかも分からん、エチュードハウスです、多分そうですね、あ、これヘアピンじゃないです、これは竹串です、竹串、竹串、何だ竹串って、え、たこ焼き回すやつよ、あなるほどね、これはあのワセリンです、ワセリン、これは顔全体に、うん、これは唇に塗ります、私は唇に塗ります、これはワセリンです、ワセリン、唇がうるうるになります、正解、こんな感じ、木内梨花子のお顔はこんな感じ、これを使えば橋本環奈になれる、なれなれなれ、やめてスーパームーンにもなれます、やめて、あ、そう、リップクリーム代わりです、リップクリーム代わり、片付けよ、片付けよ、参考にする、ありがとう、もうありがとう、スキピ、みおも参考にします、しないね、みおちゃん、気が向いたら、みおちゃんはかわいい急にこんなグダグダな配信しちゃった、ほんまによ、ノリで電話いいよって言って、もうリカピちゃんスーパームーンのイメージだ、なんかセーラームーンみたいでいいよ、今日までにしとこ、うん、理由を聞かへんかったらいいね、丸顔が売りなんですねって言われてるけどいい、丸顔が売りです、もうそれでいいです、あ、ファンデーション忘れてたファンデーションはあのキルカバーです、キルカバー、うん、キルは殺すですね、やめて、もうバンされる、バンされる、バンされる、あ、そっかそっかそっか、あ、そっか、ファンデーション、顔、なんかじゃあ顔の邪魔者、え、でも今日はファンデーションしてないです、今日はファンデーションしてない、綺麗、今日はしてない、ジミちゃんさん、今日はジミさん、今日はしてないです、ファンデーション、だから持ってなかっただけ、これ塗りゃいいよ、これ塗ってこれやったらファンデーションなんかいらん、え、めっちゃ肌綺麗って言われてんで、え、めっちゃ嬉しいえ、やった、そんなために言ったんじゃないのに、え、違う、これ塗って、これ塗って、この粉、これとこれのキャンディドールのクリームと粉でファンデーションなってもいけます、え、西井さんの顔がわからないやつって、うん、いい、さすがプリクラブ、あ、でもこれこのイニスフリーっていうやつのよく見るパウダーがあるんですけど、これは前髪のところに、前髪を維持するにはこれが必要です、おでこにこれを塗ったら前髪が砕けない、肌プラスチックみたい、どういうこと、やってるってことやん、どういうこと顔がよくて、ありがとうございます、オッケー、わかりやすく、ありがとう、うぅスキピ、え、名古屋弁出てた、関西弁ちゃう、名古屋弁ってどうなんないのか、分からん、ちょっと長引いちゃったんやけど、20分に終わろう、いや、延長するかい、え、今15分やろ、11、あ、時計がずれてるわ、じゃあ15分に終わります15分に終わります、最後に一言、あ、私はエコパーアリーナの時にスキップをした人です、前髪が、踊る時は前髪が動くのが嫌なので、ノリで前髪をおでこに貼り付けます、
これは秘密でお願いします。秘密でお願いします。あと3分でぶち切ります。ぶち切ります。ぶち切ります。何々いますか。何がいるんですか。西井さんって未亡人っぽいねやって何未亡人ってあんの。分からん分からん。待って、未亡人とは調べる。あんまいい感じではないけど大丈夫かな。行きたいのに。未亡人とは、なんか夫に非なれ再婚していない夫婦読まれ夫人。調べないでやって。ありがてもサーモン好きです。え、あと60人でフォロワー4000人なんですけど、4000人いっちゃったら私スキップの配信しないといけないって、どうしたらいいですか。ちょっと待って。いいやん、スキップさらそうぜ。あ、じゃあ最後に言おう。4000、フォロワー4000人になったら10期生の誰かにスキップ教えてもらいましょうコーナーやります。お願いします。もうすぐ行くやん。そんな好き好きスキップやって、好き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 スキップ、イエーイ。さっきフォローしました、ありがとうございます。あ、あと2分です。気が向いたら西井美代で検索お願いします。キリツリカコと西井美代でお願いします。声かわいい、嬉しい、ね、私の声もかわいいですか。これ普段言ったらキッショって言われてるパターンのやつ。言わんやつ言わんやつ言わんやつ。顔もやった。じゃあ投げキスします。おお、受け取りました。男女呼びました、さっき呼びました。変わってないです多分。声枯れてるって言われてる、死にそう。マジでなんか小学生ぐらいからずっと同じ声。パン、ボチでスキップもしてる。めっちゃ聞きます、ボチでスキップ。あ、あと30秒、あと30秒でぶち切ります。じゃあみよちゃん最後に、みんなのスキピはリカピー、ありがとうございました。ありがとうございました。ラブシチュエーション。